にしていってね。今回は罠をかけながら、腫瘍は服用になり得るのか話していきます。その前にお願いがあります。ぜひチャンネル登録もお願いします。投稿者のモチベーションが上がるので、ぜひお願いします。では早速服用になり得るかの話なのですが、個人的な考えだと服用になります。ただし有害駆除をもらうことが前提で話します。普通に鹿などの解体施設に持っていくことも可能なのですが、かなり規定が厳しいです。仕留めてから1時間以内とか、あらかじめ電話しておくとか、どう考えても不可能なことが多いです。山の中なので移動にも時間がかかりますし、現実的ではありません。価格もだいたい1キロ200円、300円、平均40キロとして300円で1万2000円になりますが、あくまで綺麗な個体であり、拒否されることも多々あります。しかも相手方の都合により断られることが多いです。その点有害駆除になると、国からの補助が6000円から8000円、市町村からの補助が地域によって違うのですが、こちらも6000円から2万5000円、この2つがもらえることになります。だいたい平均2万程度になるのではないでしょうか。この点で考えるととても割のいい服用になります。だいたい平均で30匹取れると、約45万から90万近くになります。ですがここに費用がかかってきます。狩猟免許だけでも取るときに4万程度、年間の更新、保険に3万円程度、これが猟銃になると年間更新、整備、クレー射撃に買い合わせて5万は超えてきますね。もちろん猟銃本体代は別です。それに車が必要になります。持っていればいいのですが、できれば軽トラの4駆、これに燃料代、各種保険が加わります。だいたい月に1万円ぐらいかかると思ってください。今お乗りの普通車でも舗装道ならいいですが、山道だとタイヤもブロックタイヤに変えないと、雨上がりなどスタックします。獲物を乗せる場所も後ろに乗せる場合ダミが出てきます。外に別のカーゴも付けられますが、車の改造をしないといけません。あとは罠代がかかってきます。安いものでいいのですが、押し金タイプだとだいたい1回で壊れます。これだけで4000円程度かと思います。自作するにしても初期投資がかかります。ワイヤーカッターにかしめき、これで安いので1万5000円程度。罠は自作なら1500円程度でできますが、30個なら4万5000円ですよね。これにほぼ毎日の見回りが加わります。楽をしたいなと思ったら罠が作動したら、教えてくれるセンサーなどがありますが、携帯電話や無線を応用していますので、それなりに高価です。これだけお金をかけてここからが本番になります。次は見極めと運を試されることになります。獣が通る道がわかること、踏み込む場所がわかること、これがわからないと話になりません。それに獲物が毎日通るとかはありません。これがかなり運になります。1日でかかることがあれば、3ヶ月通らないことがあります。季節によっても道が変わりますし、近くで他の罠にかかったら、その周辺は通る確率が減ります。これまでの説明を見てなんだ簡単に稼げそう、なら、やってみていいかと思いますが、できるかなぁ、とか思いながらだと、やめておいた方がいいかと思います。狩猟で稼ぐんだと思うなら、他の獲物の活用も考えないと、ほとんどの方はマイナスになると思います。ダニの感染のリスクや獲物の反撃もあります。この場合は命に関わります。そのことも考えて納得できる。やっぱり狩猟が好きならだからとかなら、やらずに後悔よりもやって後悔の方が、いいと思います。どれだけ狩猟を楽しめるか、これが狩猟で服用をと考えるなら、一番考えておかないと続かないと思います。あと生き物を殺す覚悟も決めておくことですね。獲物がかかって殺せない、逃がせないなら、
話になりませんから、初期投資で15万円、年間経費で15万円。始めるならこのくらいは、準備しておいた方がいいと思います。では罠もかけ終わりましたし、今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。また見てね。